ゆりです。ピンクラテティー始まるよ。イエーイ。はい、今日は水曜日の日で、また爆買いしていきたいと思います。爆買いします。セリが気になった韓国の食べ物たちを爆買いします。楽しいです。楽しみ。じゃあ早速中に入っていきましょう。何それ？チーズドッグ。分かんないかな。でもセリの大好きなチーズやね。チーズなので買います。買います。あ、これ、これ見たことあります。お、食べたことはないです、うん、気になる。気になるので食べます。これ大好きなんです。チェリーの大好きなものが、これ美味しいんですよ。ぜひ買ってみてください。チェリーおすすめアイテム。はい。ああ、何かを見つけたようだ。お、え、これめっちゃ辛いやつやん。妹とか大好きなんです。すごい。チェリーは食べれないです。チェリーは辛いのは。辛いの食べれないです。じゃあ妹の分。これかな。こっちにします。優しいお姉ちゃん。あ、じゃあ、お、え、かわいい。これ美味しいんですよ。何それ？なんか、うん、ソフトキャンディー。これミルク味が好きなんで、お、買いにします。いいね。あ、これ、これ飲みたかったんです。チェリーが飲みたいって取ったやつ。嬉しい。これにします。あ、これ、あ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 、え、これ、あれ、わかんなくなった。わかんなくなりました。これも飲んでたんですよ。どうしよう。おいしそう。泳いどる。はい、チーズ。魚とか飼ってる？セリ。あ、なんか熱帯魚。え、すごい、熱帯魚飼っとんの？セリはお世話係じゃない。それ知らないです。セリは鑑賞するだけかな。そうです。じゃー、韓国語の本です。韓国語の本。セリも持ってるんですけど、うん、やってないままです。持っとるけどだね。これからだね。はい、うん、韓国語喋れるように頑張ります。いつかじゃあピンカラテ TV 卒業する頃にはね、はい、韓国語ペラペラかもしれない。はい、美味しそう。うん、これ買います。お買い上げ。お買い上げ。安くなってるからね。あ、もっとチュルチ。あ、本当だ、美味しそう。何が違うんでしょうか。え、でもこれさ、これが入ってるとしたらさ、チュロス味なだけでさ、見た目チュロスじゃないみたいな。ぽくない？そういうことですか。いや、全然わからんね、これ。これは何なんでしょう。これは何なの、教え、もう知ってる方教えてください。教えてください。それも買おう。これにしましょう。え、美味しそう、これ。え、美味しそう。あ、コーヒー味。え、どうしよう。じゃあこっちにします。チョコレート味？多分こっちがコーヒー味なので、うんうんうん、ホワイトチョコレート、多分そうだと思う。これにします。美味しそう。あ、これ美味しいよね。え、そうなんですか。これ美味しかった記憶がある。じゃあこれ買います。え、モッツァレラ美味しそう。迷う。どうしますか。いっぱいありすぎてね、逆に迷う。うん、え、かわいい。かわいい。見た目かわいい。ダルゴナコーヒーや。これ前流行ってましたよね。流行ってた。え、かわいい。パッケージがかわいい。かわいいので買います。うん。すごい、韓国語なのにさ、生って日本語。すごい。じゃあ、これ買います。さっき迷ってたやつ。大体、見終わって、気になるものを入れたので。もう、いっぱい。はい、じゃあ、お会計していきたいと思います。じゃーん、買ってきます。
めっちゃいっぱい。めっちゃいっぱいです。イエーイ。美味しい。ということで、新大久保の韓国スーパーで爆買いしてきました。イエーイ。すごい、たくさん美味しいものがいっぱいで、すごく楽しかったです。また行きたいです。皆さんもぜひ行ってみてください。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。